はいどうも、皆さんこんばんは、モッティーでーす。今日もやっていきましょう、モッティーのマインクラフト実況プレイ、よろしくお願いしまーす。はい、ということで今日はですね、こちら自宅がすぐそこにありまして、見えるかな、微妙に見えるかな、見せないよみたいな、よいしょ、モッティ村の真正面に来ております。で、ここまでですね、実はずーっと道を引いておりまして、ここ実はちょっと山だったでしょ、ここ削って道にしたわけなんですが、いい感じにここにね、広場ができましたんで、ちょっとここに何か作ろうかなというふうに思いまして、そうだ、噴水を作ろうということで、今日はですね、こちらに噴水を作っていこうかなというふうに思います。まあ、今、右下のこの辺の部分にですね、いわゆる噴水の画像がいっぱいダーッと並んでるんですけど、まあ、それを参考にしながら、どんなものができるかな、お楽しみ、みたいな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。使う素材なんですけど、まあ、石ブロックでいいかなと。もうちょっとなんか全体的に雰囲気見ると白いかなって感じなんですけど、まあ、白い羊毛はあんま使いたくないなと。で、他に白いブロックっていくつかあると思うんですけど、あんま数がないんですよね。ってなると、まあ、とりあえず石ブロックで作っとくのが基地なのかなっていうところで、ちょっとやっていこうかなというふうに思います。で、まずは大きさを決めないといけない。大きさと位置を決めなきゃいけないので、とりあえず適当に真ん中ら辺この辺じゃねえのっていうのを考えて掘る。まあ、この辺だろうな。このぐらい？あー、このぐらいかなーぐらいかな。ね、これぐらいでしょうね。おっしゃおっしゃおっしゃ。じゃあちょっとここに、まずは下地を作っていきましょう。はい。何を作るかと言いますと、よいしょ。まずは、下地が大事なんで、これさ、下に半ブロック敷いちゃうって言ってはどうなの？これありじゃない？まずさ、思うんですけど、これ水流したら、流せます？危ない。そうなっちゃうんだ。へえ、半ブロック超えちゃうんですね、水ってね。初めて知りました。ってなると、じゃあ、一応一段上げるんだけど、その上もじゃあ半ブロックにしちゃえばいいってことだよね。要は、下の土は後でちゃんと石ブロック、石レンガブロックに置き換えるわけなんだけど、1、2、3、トン。こうすると、これは大丈夫なんだ。はい。なるほど。ってことは、じゃあ、ここで、中央になんかドーンみたいのを立てればいいと。オッケー。なんとなく分かってきましたね。じゃあ、そしたらこの辺の縁ブロックはしっかり削って、石レンガにしておきましょう。はい。おう、なんかここまではなかなか良さげな味が出てますね。はい。さあ、じゃあそしたら、いよいよ中央部分を作っていくわけなんですが、どうしようかな、どっちで作ろうかな、石かな、やっぱ石ハーフですよね、きっと。色合い的には、やっぱ白い、あれって多いと思うんですよ、白い噴水って。よいしょ。あー、どうしよう。石の階段って作れないよね。石の階段はないんですよね。ってなったら、じゃあやっぱり、石レンガじゃなくて、あ、じゃあ石レンガで作った方がいいのかな。どうしようかな。違う、そうじゃない。こんな感じかな。もうちょっと、あれでもいいかな。もうちょっと開けてもいいかな。もう一段階上行こうか。もう一段階上行きましょう。上行きましょう。で、中央は、まあ、ハーフブロックをずっと連チャンで上げていく方がいいと思うんで、こうしましょう。オッケー。で、ちょっと一回寝ましょう。寝ましょう。ここは村直近なんで、さすがに寝ましょう。はい。4。あー、やっぱそんな感じになっちゃうよね。どうしてもね。なんかこう白い階段とかがあると綺麗になる気がするんだけど。じゃあさ、石のハーフ、もう完全にさ、これ、あれにしちゃおうぜ。もう、完全に石レンガにしましょう。したらちょっとまた見え方変わってくるかもしれないですね。ああ、うん、なんかね、それなり、なんか普通に多分石レンガとかの方がいいかもしれないですね。はい。オッケー。じゃ、とりあえず、浮いてる。ぽいかも。どうだろう。うん。まあ、いい感じじゃない。はい。で、だいたいね、僕が今見ている画像は、だいたい石っていうのは、石じゃねえわ。2段なんですね。2段になってる噴水がすごく多いので、この上にも、もう一段、こう、逆さの、あれを、作ろうかなと、思うわけですね。そうじゃないな。はい。よーし。
で、じゃあちょっとラストね。ラストは、上が先細りになる。先細りになるのか。あーってことはあれか、石の柵、石の柵、石柵か、あれか、鉄格子か。わあ、やらかした。石の柵か鉄格子か、ちょっと作ってこようかな。石の柵。いや、結構久々に作りますね。おい、石の壁？なんつうの？丸石の壁って言うんだ。へぇ、正式名称そんな感じなんですね。これを一番上に乗っけたら、なんかそれなりにもういい感じに完成まで、あと少しみたいな、そんな感じなんじゃないですか？よいしょ。あー、なるほどね。あ、まあ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 、うん。したら、実はですね、ちょっと光源1個ぐらい欲しいなと思って、ちょっと普通にグローストーン今回持ってきたんですけど、ここをグローストーンに変えてみるとか、したらなんか一番上が変わってもそんなに綺麗じゃん、綺麗かなみたいな。あー、どうだろう。これはなんかちょっと人の好みな感じしますね。しますね。あ、でもまあまあ悪くないかな。ちょっととりあえずこれで、一回、ちょっと水流してみます。早速。早速。気が早いですね。お、じゃあ流しましょうか。で、流す位置が、流す位置は、てっぺんでいいのかな？てっぺんでいいのかな？ここでいい？行きますよ。行きますよ。せーの、てい！あー、流されるんじゃー。で、土をとりあえず撤去して、せーの。なんか違くない？なんか違くないか。何かが違うような気がするぞ、俺には。なんかさ、噴水っていうよりさ、水の量多くねって感じなんだけど。え、ちょっと待って。え、こんなに水の量多くなるの？多くなっちゃうの？多くなっちゃうのかよ。よし、ちょっと改めて形変えてみました。じゃあちょっと置きますよ。せーの、はい。で、土を思いっきり撤去していって、やばい。これはやばい。これをさ、例えばさ、ここを半ブロックにしてみたらとか、ちょっと変わったりするんじゃない？よいしょ。いや、一緒か。なんかうまくなんないかな、その辺。ほっ。あ、ちょっと待って。あ、これちょっと待って。俺気づいたかもしんない。一マスだけこれ、こうなってるじゃん。これさ、土先に置いとけばさ、石となるんじゃない？どうよ。こうなるじゃん？こうなるじゃん？で、こうなったところを、あー、なっちゃうのか。いや、むずいなぁ。これ、水の制御ってやっぱ難しいね。もう置いときゃそりゃな、流れないけど、みたいな。いや、わかんねえ。なんか流れるあれと流れないあれがある。なんだこれは。ちょっとなんか豪華にしてみましたね。ふんふんふん。なるほど、なるほど、なるほど。これ、あれじゃないか。こういうのありなんじゃない？こういうの。どうだよ。で、こうやって、ちょっと半分、囲ってますみたいな。みたいな。お。あ！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 なんかできた！え、なんで？なんで？ちょ、待って。なんかできたんだが。ちょ、待って。急にできたんですけど。なんで？わかんない。なんかできた。やったー。完成したー。
階段置いたのが良かったのかな、ここに。え、何なんだろう。全然意味がわからなーい。なんか意味がわからないけど、なんかそれっぽくなってる。謎。やったー。でもいいや、完成したー。せっかく石の壁作ったんで、こうやってやるじゃん。で、松明とか立てたらなんかぽくならない。ぽくならない。どうかな。あ、なんかまあ、ありだよね、ありだよね、ありだよね。今度もありだよね。あ、なんかでももうちょっと高さあったかも、あった方がいいかもしれないな、これ。お、なんかそれなりに雰囲気出てきましたね。ちょっと豪華ですね。豪華な感じになりましたね。じゃあ、あとは、この周りの部分をもうちょっと綺麗にしてみようかな。あ、じゃあ、だったらこれかな？レンガとか置いてみる？よいしょ。こんな感じで、ちょっと囲ってますよ、みたいな感覚にすると、もしかしたら綺麗なのかもしれない。おー、なんか雰囲気出てきた、出てきた、出てきた。結構変わるね。あー、いいですね。はいはいはい。オッケー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 。じゃあ、そしたら、もうあとは、ここの、噴水周りを、ザクッとこう、いい感じに、石レンガ、石ハーフの方がいいかな？なんかこう、広場でーす、みたいな感じにしてみましょう。はい、行きまーす。うっしー。どうだ？おー、どうしよっかなー、これねー。周り一応一回土残してみたんですけど、丸みを帯びた方がちょっとそれっぽいなっていう風に思ったので、いやー、これは難しいけど、まあなんかこれはこれでいいかなっていう感じはしないでもないですね。まあもし石バーって敷き詰めたかったら、いずれ敷き詰めればいいだけの話なんでね。お、ということで完成しました、モッティの噴水。いいっすね。なんか適当に作った割にそれなりに空気感が出て、すごいいいなって感じしますね。あ、ちなみにね、ここだけ開けたのはここからね、入れますよ的な感じのアピールをしたまでなんで、対してそれぐらいの意味しかないんです。あ、なんだったらさ、ここだけちょっとさ、あれにしない？石レンガにしない？なんかそしたらちょっとさ、ちゃんと道繋がってますよ感アピができると思うんで。よいしょ。よいしょ。どうだろう。あ、いい。なんか適当にやった割になんかそれなりに形になりましたね。いいんじゃないでしょうか。いや、いいですね。ここのなんか村のゲートのところをさ、なんかそれなりのものを作りたいですよね、いずれね。で、そしたら多分ずーっと綺麗に道なりに続いていくかなって感じなんですけど、鉄のドアとかにしちゃおうかな。なんかそれなりにもし、あの村のゲートとかでいいのあったら、いい素材あったら、ぜひともちょっとコメントで教えていただきたいなっていうふうに思います。ということで、じゃあ最後はあれですね。この辺に適当にお花埋めて終わりにしましょう。なんかそんなにバレなさそうなとこから鼻つんでこうよ。お、なんかそれなりに賑やかになりましたね。よかったですね。はい。ということで、じゃあ今日はこんな感じの噴水会でございました。皆さんもね、結構簡単に、水の制御さえできれば簡単に作れるので、よかったらやってみてください。ということで、ではまた明日のパートでお会いしましょう。モッティでした。バイバーイ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画の下の赤いボタンポチっていただきたいと思います。第8回ポケモンオメガルビーアルスファイアトゲピーの指振り大会、今夜夜9時スタートです。ニコニコ生放送でやってます。皆さん見に来てね。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。